ジャック・ボーンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロバスケットボール選手。NBA で12シーズンプレーした。ポジションはポイントガード。185センチメートル、86キログラム。2016から17シーズンよりブルックリンネッツのアシスタントコーチを務める。カンザス大学でポール・ピアース、レイフ・ラフレンツ、 スコット・ポラードなどと共にプレーした後、1997年の NBA ドラフトで一巡目27位指名でユタジャズに入団。入団した1997から98シーズンはジョン・ストックトンが右肘の手術のために開幕から欠場したために新人ながら開幕からスタメンで起用され45試合に出場した。 その後アトランタホークス、オーランドマジック、ニュージャージーネッツ、サンアントニオスパーズで12シーズンプレイし、キャリアスタッツは平均4.5得点、2.5アシスト。2007年のスパーズ優勝メンバーである。2010年に引退して、サンアントニオスパーズのアシスタントコーチを2年間、務めた後、2012年にオーランドマジックのヘッドコーチに就任。 2015年2月5日、シーズン途中に解任された。2015年9月から、スカウトとして、サンアントニオスパーズのスタッフを務め、2016年4月30日、ブルックリンネッツのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。